ついにその日はやってきた。第2回全世界空手道選手権大会の幕は世紀の火蓋を切って落とされた。1979年11月23日、ついに待ちに待った第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会の開幕であります。今日から25日までの3日間、この日本武道館で世界49カ国153人の空手マンたちがしのぎを削り戦うのです。第1回チャンピオン佐藤克明に続く第2回チャンピオンは、続々と選手たちが入場してまいります。イギリス選手団の入場であります。続いてボリビア選手団です。選手の表情には緊張の色が隠せません。さらにはベルギーであります。そして遠くブラジルから、さらにはカナダから選手たちが入場します。馬の都フランスから今4人の選手たち、そしてギリシャ、さらにはオランダ、最近は空手ブームに沸いております。さらにハンガリーから、ハンガリーは初出場であります。そして常夏の国ハワイからも選手団がやってまいりました。メキシコ、そしてパナマと続いております。リビアです。さらにはレバノンからも選手たちが参加してくれました。レバノンからは2名であります。さらにはマレーシア、そしてスウェーデンであります。最近上位入賞が期待されている強敵情熱の国スペインからは4人が出場、そしてアメリカ、今回は8人の選手団であります。中にあの馬殺しウィリー・ウィリアムス選手の姿も見えております。ユーゴスラビアの選手たちの今入場であります。そして不在国日本は11名の選手団を送りました。果たして王座を守れるかどうか。4年に一度の空手オリンピック、今開幕の時を迎えました。ここに第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催いたします。国連決議で南アフリカ、ナミビア、ロシアが来日出場寸前に、南アフリカチームの選手たちは突如世界情勢の微妙な揺れが元で試合停止を命じられた。我々は武道空手精神にのっとり正々堂々と戦うことをここに誓います。1回戦は存分に力と技を身につけた各国選手の激しい戦いが展開された。続出するノックアウトは観客たちを一瞬のうちに魅了し戦慄させた。第1回大会では見られなかった選手たちも多く、初参加選手の活躍が目につく。そしてベテランたちの磨きに磨き抜かれた技の数々だが、新参加選手たちがどのような隠された技と底力を持っているのか予断を許さない
アウトの続出により負傷者は後を絶たない。ベテランコロンベに対する弱冠21歳のジェフ。しかしさすがイギリスの若きチャンピオン、そのダイナミックな動きは華麗である。この大会にかける大豪コリンズの意気込みは迫力に満ちている。試合運びの巧みさもベテランの風格を物語っている。
トルコの腹を車に引かせた偉大な腹筋力の持ち主オズセルト。だがその鍛え抜かれた鋼の肉体も極真必殺拳の前には気の毒ながら1回戦で惨敗した。この大会には空手だけでなく他の格闘技選手も多く参加している。ポールホイはタイ国でキックボクシングの一流選手。その足技はさすがに本格的、身のこなしも筋金入りだ。ジェフのスピーディーな試合運びと強気な攻めは颯爽ブリテンの騎士を思わせ、華麗な技の続出である。対するチャック、彼も引き締まった鋼のような体を持つアメリカの若者だ。
そして強者に対してどこまでも挑むその向こう見ずな喧嘩空手はアメリカ選手たちの中でも群を抜く。延長戦でもやはり2人は互角に戦った。しかしわずかな差ではあるが、チャックの技が優位を示したようだ。熊殺しウィリーが後輩チャックに対し優しい心遣いを示し、彼の意外な一面を見せている。
ないじゃん。バクロバクロ、いや、極真空手に挑むムエタイだが、彼の技もついに極真の軍門に下った。文字通り激突の名にふさわしい両雄のファイト。世界大会ならではの高度な真剣勝負が展開する。しかし試合が進むほどに、やはり本家たる日本勢の実力が尻上がりに発揮され、イギリスのチャンピオンを延長戦の末に退けたアメリカのチャックだが、彼も日本の底力の前には一瞬の戦いであった。どの大型選手も小さく見えるウィリー・ウィリアムス、彼の圧倒的な強さはやはり前評判通りだ。まさしく向かうところ敵なしといった感が。
ウィリーのパワーは元日本チャンピオン佐藤を倒したが、審判がウィリーのつかみを反則としたのは微妙だった。延長戦に入りやウィリーは別人のごとくエキサイトする。極真空手の真偽といわれる真剣白刃取り、しかも1対2。Come on!
ウィリーの突如の狂乱の謎は彼自身の口からも解き明かされぬまま、表彰式にも出ず帰国してしまい、さまざまな憶測が流れた。私たちがニューヨークへ国際電話し、冷静さを取り戻したウィリーの口から聞いた真相は、佐藤俊一戦での反則宣告にあった。あれは反則ではなく、あの段階でノックアウト。私はエキサイトし、いずれ猪木と戦えば破門されるに、それならプロレス式に暴れてやろうと思ったのさ。日本選手同士の対決、両雄無敵の実力者だけに波乱を呼ぶ一戦になりそうだ。を超えた死闘の連続であった。単なる勝敗を超えて、参加選手全員を勝者として称えた。彼らの青春において。